今ねどこにいるかっていうと、ウクライナの首都のキエフにいます。キエフのスタジアムの前にいるんですけど、ね、スタジアムの前ということで、ここがスタジアムになってます。だからいろんな競技がここでやられてるんですけど、その前にいます。この近くに宿を取ってるんで、宿の近くということで、まあ、今開始ここに来ました。なかなかいいですね。パークインとホテル、もしかしたら泊まられる方いらっしゃるかもしれない。パークイン、これラジソン系のシステムです。アメリカクションのやつも結構入ってきてますので、これはパークインです。で、他にこちらに行くとですね、オペレッタ、オペラが見れる劇場があったりとかします。でちょうど今泊まってる宿がそこのところの16階になるんですけどね、結構な景色です。で、車の流れが速いですね。こういう感じでね、すごいです。キエフ、まあ、ウクライナと首都ですけど、人口280万人ほどです、まあ、都市圏も合わせて400万人ほどということ、大きな都市になります。で決して豊かな国ではないです、貧しいといったら貧しい国になるんですけど、その中でここは一国の首都でございます。その中でまあこういう形で、ね、多くの高層ビルが建ってて、今開設中のものもあります。いわゆるまあロシア2013年に政変がありまして、その後2014年にロシアがクリミア併合、あとは、ドネツク州を、ね、併合した感じなんですけど、その中でね、動乱の時代を迎えているウクライナですけど、首都キエフに関しては、平穏でございます。特に治安に乱れているとかね、政治が不安定、荒れているって感じではない感じです。ただまあやっぱり、至るところでね、貧しさをちょっと感じるところがあります。例えば地下道なんか見ると、地下のあんまり明かりが灯されなかったりとか、今停電になってるんですけど、停電になってたりとかですね、インフラがちょっと微妙なのかなって感じは、してしまうわけですけど、首都のキエフなどでね、まだこれはいいのか。